うまくいかない日ってうまくいくための伏線かもね。マイエンジェル天使のブラ魔法の針か。よしトリンプ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんに寄り添えるようなシーンになっているんじゃないかなと思いますし、ね、日々の中でポジティブばっかりじゃないし、ネガティブばっかりじゃないっていう、その本当に日々に天使のブラが寄り添ってるっていうようなCM になってるんじゃないかなと思っていて、非常に楽しくやってます。割とお散歩がすごい好きなので、目的の場所まで車で行かずに、まあひたすら歩いていくとかっていうことをしてると、なんとなくこう自分がモヤモヤっとしてたことが、まあ自然とその着く頃には少しずつこう自分の中で折り合いがつくようになったりとか、そういったことで自分をなるべくポジティブにいくようにしてますし、なんかまあそのネガティブなことも結局それが今の自分だって思えるようなことだっていうふうに受け止めて、まあその自分の道筋の中で、まあ非常に今の自分を形成する上ですごい大事なことだと思って、そこは受け止めるようにしてます。こんにちは、菊池凛子です。今年で天使のブラは30周年のブランドです。可愛いだけじゃなくって、そういった安心できる天使のブラを選んでみてほしいです。サイズもすごくすごく大事なんで、お店でフィッティングしてもらいながら、自分の気分が上がる下着を一緒に選んでいきましょう。では CM をお楽しみに。そうですね、もう本当にトリンプさんって言ったらなんか天使のブラっていう印象があって、なんか自分もすごい本当になんかこうブラのつけ始めみたいな時にこうなんかトリンプをつけたっていう記憶があって、なんか今着用してるものもすごく軽くて動きやすいですし、本当にこの天使って名前がついてる感じがするというか、でやっぱりこう昔からあるものなんで、やっぱそういうものをこうして自分が着用して CM やらせてもらうっていうのはすごい光栄です。すごくこう皆さんに寄り添えるようなシーンになってるんじゃないかなと思いますし、ね、日々の中でポジティブばっかりじゃないし、ネガティブばっかりじゃないっていう、その本当に日々にこの何て言うんですか、天使のブラが寄り添ってるっていうようなCM になってるんじゃないかなと思っていて、非常に楽しくやってます。そうですね、もう本当に気分転換みたいなことをすごい大事にはしていて、割とお散歩がすごい好きなので、一日中動いたり、一日中こう歩いたりとか、目的の場所まで車で行かずに、まあ、ひたすら歩いていくとかっていうことをしてると、なんとなくこう自分がモヤモヤっとしてたことが、まあ、自然とそのなんていうんですか、着く頃には少しずつこう自分の中で折り合いがつくようになったりとか、そういったことで自分をなるべくポジティブにいくようにしてますし、なんかまあそのネガティブなことも結局それが今の自分だって思えるようなことだっていうふうに受け止めて、まあその自分の道筋の中で、まあ非常に今の自分を形成する上ですごい大事なことだと思って、そこは受け止めるようにしてます。歩くときは本当に風景を見たり、あとハイキング行ったりとかするんで、そういったこう周りの風景を見たり、気持ちいい空気を吸ったり、あとこう街にもいろんな変化があって、東京は特に変化ばっかりな
町なので、そのこう変化のこう見て発見したりとか、まあ、そうやってこうなるべく自分の方向に行かないように、もうちょっとこう相手を見たりとか風景を見たりとかっていう風には、もうちょっとこう他者にこう力づけてもらうっていうようなことをして歩いてます。自分にとってはやっぱりその、映画がやっぱ自分に一番力をくれるというか、自分の始まりですし、なんて言うんですかね、まあ、この仕事のきっかけも映画でしたし、常にその見ることによって、なんかこう自分が自分であるっていうことを確かめてもらえる、確かめさせてもらえるのがやっぱり映画なので、そういう意味では映画に勇気をもらいますし、元気ももらえますし、こう自分の行く道もまた教えてもらうっていう感覚になるので、やっぱりいろんな人たちが一生懸命作った作品を見るっていうのが、まあ、自分にとっては一番力になるなと思ってます。そうですね、なんかちょこっとこう時間が空いたら映画館に行ったりとか、まあ夜はだいたい寝る前にこうちょっと鑑賞したりとか、しますし、あとやっぱ飛行機の中で見るっていうのもすごいいいですし、どういうふうにも最近は映画っていうのが割と身近に見られるようになったので、まあいい悪いはあると思うんですけど、そういう意味では時間見つけて本を読むように映画を見てます。自分自身をこう守って、もらえるものだと思ってます。本当に自分にとって一番近いところにあるのがランジェリーなので、サイズとか、まあ、デザインももちろん大事にしてますし、なんかなんていうんですか、そこがこうずれちゃったりとかするとなんか一日あれなので、きちんと自分のサイズに合って、やっぱり軽いものでっていうふうにこうつけることで自信が湧いてくるようなものだなと思って持ってます。